体重で一喜一憂しているあなたの悩みを解決します。あなたはこんなことないですか？昨日体重が落ちて喜んでいた。ところが今日体重計に乗って測ってみると体重が増えていてがっかり。そこでこの動画をご覧いただきますと、正しい体重の見方とまたその解決策が分かることで、あなたは体重に一喜一憂せずに綺麗に痩せることができるんです。それでは早速本題に入っていきましょう。でまずポイントです。体重は1ヶ月スパンで見てくださいということです。どういうことかというと、体重をですねここ2、3日の変動を見て気にしなくても良いということなんです。でそれはなぜかというその理由についてお伝えしていきますね。でそもそも体重の増減っていうのは普通にあることなんです。大丈夫なんです。なぜかと言いますと、その事例をお伝えしますね。こちら、もうそもそもそのまず水分量で体重変化します。また便通の状態でも変わります。便秘で溜め込んでるか否かですよね。でまたむくんでるかどうかでも変わりますし、時間帯でも変わるんですよ。例えば朝と夜全然違うんです。でまた糖質の摂取量でも変わります。これはなぜかというと、その糖質を取ると一緒に水分も溜め込むんですよね。なので増えた体重は脂肪ではなくて、まあ、水分であったっていう、まあ、そういったことにもですねなるという、その可能性がこんなにも体重の変化に今関わっているわけなんです。ですからここ2、3日の体重が変わったからといってそんなに落ち込んだりしなくていいですよということなんですね。そこでじゃあどうすれば一喜一憂せずに済むのかという解決策をお伝えしていきます。こちら3つです。まず1つ目、体重は1ヶ月スパンで変化を把握しておきましょうということ。なので毎日毎日、まあ、体重チェックしていただいていいんですけれども、もう大きく見ましょう。先月の同じ時期と今月の、まあ、同時期でアップダウンを繰り返しながらもどれぐらい体重減ったかなでいいんです。もう1ヶ月に1キロ落ちればもう丸ですよ。2キロなんてもう素晴らしいことです。それだけ体重っていうのはそんなに簡単に落ちません。ですから長いスパンで根気よく続けましょうということですね。そして2つ目、腸内環境を整えることが大事なんです。なぜかと言いますと、先ほどお伝えしたこの便通の状態であったりむくみであったりですね、こういったのは全部腸が非常に関係しているからなんですね。でもちろん腸内環境良ければお通じも毎日すっきり出ますし、また実はむくみもですね腸がすごく関係しているんですね。でまず一番先にむくみ出すのは腸なんです。で腸があなたのその水分代謝を司っている臓器なわけですから、腸がむくめば下半身からだん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 上に上って、で顔までむくむっていう、そういうサイクルに体の仕組み上なっているわけです。ですから腸内環境を整えてあげること、例えば体を冷やさないことであったり、また発酵食品をしっかりとってあげることですね。そしてまたしっかりよくこう睡眠の質を上げていく、こういったことが全て腸内環境を整えることに全部つながっていますから、一歩ずつ取り組んでいきましょうということです。では今回の動画のまとめです。こちら、もうズバリ、体重は一喜一憂しなくても良いです。ではどうしたら良いか、1ヶ月スパンでアップダウンを繰り返しながらも確実に1キロとどんどん減っていけば丸ですよということで、そのためにはまずは前提として腸内環境を整えてあげれば確実にリバウンドせずに痩せることができますよということなんですね。さあいかがだったでしょうか。でまたこのチャンネルはこのようにさまざまな腸活法をお伝えすることで女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。なのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どんどんご参加ください。とても励みになっておりますし嬉しいです。
それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。